こんにちは、リコリティです。今回の動画は高さ3メートル以下のルートセットについてお話しいたします。はい、ではまずルートセットとは何ぞやって方がいらっしゃるかと思いますので、ルートセットについてご説明いたします。ルートセットとはですね、こういったクライミングウォールにですね、これ今ついてる石ですね、これクライミングホールドっていうんですけど、これをまあ、ひっつけながら、登るコースを作ることを、ルートセットと言います。で、このルートセットですね、適当に石をですねひっつけてるわけではなくて、まあ、登る方に合わせて難易度を調整したりとか、あとは、内容をですね面白いものにしたりとか新しいものにしたりとか、まあ、そういうふうにですね、こう内容難易度を調整しながらこう課題を作っていきます。で、そのルートセットって言ってもいろいろ種類があるんですけれども、まあ、特に難しいのがこういった、高さ3メートル以下の壁で、課題を作ることが、まあ、非常に難しいです。理由としては大人の方っていうのがですね、身長がまあ1メートル以上、まあ、手伸ばしたらまあ2メートルぐらいは優に行くかなというところありますので、まあ、あっという間にですねコースが終わっちゃうんですよね。なのでなんか満足度がですね低いまま、不完全燃焼のまま課題を終えることになってしまうので、まあ、ちょっと新しいものとかを提供しないとクライマーのですね満足度が上げれないんではないかなというふうに思います。では今回の本題にはなるんですけれども、どうやったら、こういった3メートル以下の低い壁で面白い課題を作れるかってところですね。これ英字八方の課題を作るということです。英字八方という言葉、皆さん聞いたことございますでしょうか。こちらはですね、書道の言葉でございまして、こう永久の A とか永遠の A っていう字にはですね、書道の、まあ、8種類の技が詰まってますよと。要するに最初ですね、まあ、点があったりとか止めがあって払いがあって、こう水のようなこう流すとかあるかと思うんですけれども、まあ、永久の A っていう字をですねこうマスターすることによって、まあ、書道のですね技がぐんと上がりますよと。この英字八方をですね、このルートセットと全く同じだなというふうに私自身も感じておりまして、こういった低めの壁では、一つの課題で、8種類以上のですね、学びをですね与えることによって、クライマーの満足度が上げれるんじゃないかなと思っております。実際に今こうホールドがいっぱいついているので、これ一回全部外して今から英字八方の課題を作ってみたいなと思います。今回使うホールドはタンボクライミングホールズのスターターセットです。興味ある方は概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では全てのホールドを外し終わったので、今から英字八方の課題を作ってみたいと思います。はい、では課題が完成いたしました。スタートとゴールには、テープが貼ってあります。で、これ一見ですね、すごいシンプルそうな課題だなというふうに見られるかとは思うんですけれども、実はこれ8種類の学びが入っている課題なので、今から一つずつ登りながら解説してみたいなと思います。ではですね、まず英字八方の一つ目がですね、セパレートスタートっていう、こうスタートが一つではなくて分かれています。なのでここでまず一つの学びがあるかなと思います。で、スタートは、右しかフットホールドがついてないので、左足はスメアリング、壁を蹴ることですね、こう壁蹴るスメアリングっていうのが2つ目になります。もう離陸する前から英字八方の2つが出てます。で、まず、まあ、離陸して1手目を取ります。取りました。で、この次の手なんですけど、足を踏み替えます。なので踏み替えで3つ目ですね。で、取って、で、もう一回中継します。ここで、ここ中継で、4つ目です。で、足を振ってフラッキングします。で、5つ目ですね。これフラッキングが5つ目で、寄せで
6つ目で、その次ガストンですね。ガストンがあって7つ目で、最後ゴール取ってマッチと。はい、なのでスタートがまずセパレートが1つ目で、スネアリングで足を踏み替えて取って中継するが4つ目ですね。で足を振ってフラッキングするで5個で、右手を寄せるで6で、ガストンで7で、最後ゴールでマッチする。この短い課題の中でも8種類のですね、学びがあるかと思います。これが僕がこの短い壁で理想とする課題、これが英字八法の課題というふうになっております。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はですね、3メートル以下の低い壁でのルートセット基礎編といったところで、英字八法の課題の作り方を紹介させていただきました。面白かった方はですね、ぜひいいねボタンお願いいたします。今後もですね、クライマーの方々、また今後クライミングを始めようかなと考えている方々向けにですね、より良いコンテンツを配信していきたいなと思っておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた来週。